みんな素直やし、みんな素直じゃない、同じ鉄踏んでる、はい、うちの院って言われます社会性だけあって主体性だけ、お前誰やねん。就労支援ファンタジストの事業完全ガイド TV の福田です。お願いします。お願いします。このチャンネルでは就労支援事業所を作り、毎年10人近くの利用者さんを就職に送り出している私たちが、今事業所を作るにあたって知っておくべき知識や問題点に関する極秘情報、ノウハウをお伝えする番組になります。お願いします。お願いします。では今日は質問があるんで。はい、そうなんですよ。あの、優秀な支援員の特徴とかって前以前にやってくれてたと思うんですけど、はい、逆バージョンですね。はい、優秀じゃない支援員、いずれ辞めていく支援員、辞めた方がいい支援員、トップ3教えてください。おお、どうですか。これあれちゃうんですか、はい、入ってたら困るなと思って消してるんちゃう。あやめろみたいな現実逃避パターンですね。はい、ありえるんじゃないですか。確かに確かに、まあ、いろんな目線ありますね。経営者の人は気になる多いし、利用者さんは利用者さんでね、あ、こいつ多いよなみたいな、そうね、あったりしますしね。じゃあ僕の主観にしよっか。あ、うん、ファンタジスタ的ですね。そうそうそう、はいはいはい、一般論だったらちょっと、傷つく人もいるかもしれない、ね、ああ、なるほど。僕の主観でこういう人たちはいずれ辞めていくなとか、あ、はいはい、そもそもちょっと好きじゃないな、あ、採用しないな、はいはいはい、わかりやすい。ファンタジスタ的ですね、はい、はいはいはい、なるほど。それでいいですか。わかりました。それでじゃあお願いします。じゃあチャンネル登録お願いします。じゃあ僕がちょっと違うなって思うシーン、はい、一つ目、一生懸命頑張ってない人やな。へえ、うん、これ一つ目ですか。これ一つ目で、はいはい、すごいその重症度高いんですけど、一生懸命頑張ってないって、はいはいはい、一生懸命頑張ってないというのは仕事も含め自分の人生も両方とも頑張ってないなっていうのが見受けられると、ちょっと嫌やなって思いますね。へー、なるほど。なんか僕よく言う、自分自身、経営者自身が満たされてないと支援員に力を渡せれない、はい、エネルギーを渡せれないし、うんうん、でその支援員がエネルギーないとまた利用者さんにエネルギーを渡せれないし、はい、シャンパンタワーのコールね、はいはい、これすごく大事にしてて、うん、でも自分の人生諦めてる人いるんですよ。あ、諦めてるんですか。うん、例えばウィンウィンって言葉があるじゃないですか。あ、はいはいはい、これって直訳したら勝ち勝ちですよね、うんうん、そうですね。ウィンウィンの関係性でってよく聞くけど、はい、ウィンウィンがあるってことはルーズルーズ、負け負けもありますね。そうですね、必然的に生まれてきますよね。そうそうそう、うん、でも負け負けって勝負事ではあんまないです。あ、そうですか。うん、だから両者勝った方がいいですよね、ウィンウィンの関係性でっていうような、うんうん、多分ことだと思うんですけど、はいはい、一番リアルは勝ち負けですよね。あ、ウィンルーズ、ウィンルーズですか。勝ちたい勝ちたい、はいはいはい、これ経営者の気質ですね。経営者とか営業マンとか人を落としてでも上に上がりたい。なるほどなるほど、まあ、これは上昇志向もあっていいんですけど、うん、いやそれじゃ良くないよねっていうところで、はい、ウィンウィンがいいよね。うんうん、そうですね。勝ち負けは分かったことですけど、はい、一番大事なのは負け勝ち、ルーズウィン、ルーズウィン、はい、そんな言葉もあるんですね。まあ、あるかどうか分からんけど、ありますよね、はい、ありますよ。まあでも、確かに今の話で言ったら確かに確かに、かこれはやっぱ医療福祉、ホスピタリティ精神ある業界はルーズウィンの価値観があると。へえ。僕はそのウィンウィンの価値観、はい、自分が満たされてるから相手も満たされるっていうような価値観を浸透させたいっていうのも個人の理念としてあるんですよね。なるほどですね、はいはい。だから自分自身もそうやし、お菓子とか支援員が満たされてほしいって、うん、まずね、はい、そこを求めたいんですよ、はいはい、でも私なんていいからってみんな思ってるんですよ。あー、これはあるな。あるですね、これはありますね。で、私なんでいいからって言語化はしてないし、はい、でもちょっと思ってるんですよ、はいはいはい、しんどい人生だ、うん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 、最高にハッピー、最高に幸せな人生だと言い切らな、はいはい、でもそうなってほしいわけです、うん、利用者さんには。はいはいはい。だから就職斡旋するときにお金いっぱいゲットしたらこういうこともああいうこともできるよみたいな上辺の話すると思うんですけど、はいはい、何の動機づけもできない話 ね、 そうですね、すると思うんですけどね、はいはいはい、いや求めてへんからみたいな
確かにそうですね、一本っていう話があったりとかしますけど、でも相手が勝つことによって自分が満たされるっていうね、うんうんうん、変な構図ですよね。はい、確かにそういう人が多い。あー、これはやっぱ福祉業界あるあるですか。あるあるですよね。あー、なるほどなるほど。それを総称すると福祉業界って優しい人多いなとか、あー、そうですね、いい人多いなって話にはなりますけど、ね、なるほどなるほど。これはさっき言ってた一生懸命じゃないってところにやっぱつながってきてるんですか。つながりますよね。だって自分の人生良くするってしんどいもん。あー、そっか、ほんとっすね。チャレンジせなあかんし、向き合わなあかんし。そうですね、確かに確かに。例えば欲しいものがあるんだったら、はい、その欲しいものを手にするための努力をせなあかんわけで、その欲しいものの交換する手段がお金だったりしますよね。そうですね。ということは仕事頑張って実績残さんとお金をゲットできないっていう、このまあ、シンプルですよね、はい、手段の話ではあるんですけど、うん、そこがコミットできない。なるほど。だから逃げちゃうとか、はいはいはい、宝くじ当たったらとかって、はいはい、あのしかもそこリアルじゃないしな。あ、本当ですね。僕宝くじ前その話したか分かんないですけど、宝くじ買ったことあるんですよ過去にね、はいはいはい、今からやったら6年前ぐらいかな、はいはいはい、買ってあ宝くじの日や当選の日やと思って、はいはい、1枚ずつ携帯と見合わせてやってたんですよ、はい。で、多分30万円ぐらい買ってて、結構買ってますね。結構ガッツリ買ってて当てにいってるって。そうそうそう。で、いや当たりそうかなと思ってきてこのままいったの。あ、このままいったの。当たるかもしれないって思いましたんですよ、はい。まあ、ビンゴ大会ほぼ 100% 当たる説あるんで。あー、言ってますよね。はい、運がいいんですよ、はい、だから当たる可能性があるなと。なるほど。1枚ずつ見てって、やばい、当たるかもって思って1回止まって、はい、これ当たったら困るなって思ったんですよ。なるほど。一回こう想像した、あの5億とか10億手にして当たったら多分廃人になるな、もう人として腐るなって。それが見えたんですか。それが見えて、はい、今自分は手にしない方がいいと。だからどうしようかな、当たったらどうしようどうしようと思って、当たったら100万だけ残してほぼ寄付しようと思ったんですよ。へえ、そう決めんと次めくれん当たるかも。すごいな、すごいですね。でもその寄付したことはもうめっちゃ言うと思ってなるほど、確かに。で当たるかもって思って、まあ、結局当たらなかったんですけど、そういう見方多分宝くじにしてる人いないと思うし。あ、そうですね。いや、それは自分に期待してるんですよ。あ、なるほど。そういう人生になる、なりうる可能性、はいはいはい、なるほどなるほど。そういう可能性も抱いてなく宝くじ買ってたりもするんですか。うん、そうですね。それちょっと違うわけですね。なるほど。自分の可能性がもうどこまでもいけるっていうような蓋がされてないっていうことをやっぱ自分で自覚しとかんとあかんですね、うんうん、なるほどですね。あ、自分の可能性を外すっていうのがそこから一生懸命な人っていうところにやっぱり紐づいてきてるんですね。そうそうそう、うん、なんか外そうとしてるとか、はいはい、外したいのに外れへんともがいてるとか、あ、なるほど、外れてる状態とか、うんうん、そういう人はいいですよね、うんうんうん、もう無理って、あのこの人は飽きまへんと。はい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 、そういうことあるわ。そういう人あるでしょ。おるっすね。アファメーションっていう本があるんですよ。はいはい。アファメーションの本の冒頭に書いてますと、60年間とか囚人だった、はいはい、で看守に、おいお前と、なんでこの部屋から出へんかったんやと。はいはいはい。いや、だってそこ鍵開いてへんし出れへん。ああああ、いや、お前アホなこと言うなと、お前のポケットに鍵あるやんけと、はいはいはい、そうやったんやってて死んでいくと。ええー、自分で決めてるんですよ。なんじゃその話。自分で出ないって決めてるって。ああ、そういうことですね。蓋されてるわけじゃなくて、蓋自分でしてる、はい、そういうことですね。この蓋は開かないって自分で決めてる。ああ、そうか、内側からね、蓋をこう引っ張ってるんですね自分で。そうです、そうです。結局出たくないんだ。出たくないんですよ、怖いからね。はいはい。そこをやっぱしっかり外そうとしてもがいてるっていうところが成長でしょうし、うん、ちょっと1ミリでもね良くなってるっていうね、はいはいはい、そういうのが見えない人はやっぱ人に求めるべきじゃないから、だから支援員としてふさわしくないと思ってるんですね。なるほどですね。確かにそうか、仕事内容で言ったらそうですよね。人に対してそういう話をする側ですもんね。そうそうそう、障害に関しては分からないことも正直あると。はい、まあ、打つ経験はしたけど、うん、まあ、してよかったって正直僕は思ってる方なんですけどね、はいはい、でも別に知的の方とか、うん、違う
その精神の方は共感できないけど、あでもやっぱりしんどい思いをしたなとか、あのチャレンジしたなっていうことは経験値としてないと、うん、応援もできないし、大丈夫だと思いますって話もできないし、はいはい、共感もできないから、うん、そうですね、確かに確かに、なんか共感傾聴って、はい、うんうんみたいな、大変でしたね、はいはいはい、このめちゃめちゃ分かりやすいノウハウも何にもないテクニック、はいはい、これをずっと使ってる、副業でこれに価値があると思って使ってる、この一本やりでね、そうそう、はいはい、何の価値もないから、時間を終えただけ、あ実際はそうなんですよね、そう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 、何人でも全然カウンセリングできてないから、なるほど、よくないですね、ほんますね、そんなわけわからんノウハウ、はいはい、そうなの、共感傾聴全然よくない厳しくなってきた暑くなってきたこれが一生懸命じゃない人か、そう、はいはいはい、それはやっぱその就労支援の A 型とかにはいはいはいいるべきじゃないかな、ああそうですね、確かに、うん、そうですね、サポートする側ですからね、はい、なるほど、それが一つ目、一つ目、二つ目、はい、二つ目は素直じゃない人やな、どう来ました、ここで、素直じゃない、これ素直って、はい、素直かどうかって言われたらみんな素直な場面ってあるんですよ、ああはいはいはい、でも素直じゃない場面ってあるんですよ、ああなるほど、最近で言ったら谷口さんと喋ってて、はいはい、谷口さんって基本素直なんですよ、はいはいはい、言われたことをしっかり聞くしやるんですね、うん、でも聞かないって決めてる場面ないですかってこの前質問して、あ、ありますって言って、はいはい、なんかそういう場面移行時っすよねって話をしたことあって、聞かないとか車に構えて聞く、はい、どうなんかな疑うって場面、なんか僕は付き合いながらそういう場面がちょこちょこ見えるんですけど、はい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 、それもったいないっすよみたいな、はいはいはい、まあ、確かになって話をしてて、だから素直な場面と素直じゃない場面、今のは谷口さんの例でしたけど、はいはい、僕もあったりとかするわけで、うん、てか素直な場面がより僕らと接してる時に多い方がいい、あーなるほど、一、うん、人の時に素直じゃないわ、それは勝手にしてほしい、あなるほど、それはいいですね、うん、会社にいるとか人付き合いとかそこで素直じゃないと、うんうん、あんま意味ないかなと思って、なるほどなるほど、しかも素直さはめっちゃ必要ですね、はい、なるほど、だからみんな素直やし、みんな素直じゃない、うん、なるほど、それは誰しもが持ち合わせるんですね、そうそうそう、会社にいる時、はいはい、僕らと付き合うときに素直、これがめっちゃ大事、うん、なるほどですね、これ就労支援のこの現場支援員に対してでいうと、うん、どういう瞬間にこれ素直じゃないなみたいな、うん、瞬間ってなんか具体的にあったりしますか、そうですね、やっぱりこの就労支援ってあの、まあ、支援員の良くない話でいうと、はい、できない理由は利用者さんのせいにする、自分のせいではない、利用者さんを盾にしてできない理由にして、だってこの人ってこういう障害だからって言いがちやな、あでも耳聞こえなくても目見えなくても動画編集してる人もおるし、あうんうん、そうっすね、そうすね、すごいっすよね、だからできないって決めつけてるっすよね、こっち側、確かに、ほんとっすね、できるのに機会を与えてないとか、なんかそういう場面、はい、なんかできない理由を無双してる場面って素直さに欠けてますよね、はい、あこれ支援員の人がやりがちな素直じゃないですか、そうですね、詰まるところそうなってくるんですよ、はいはい、最初にそれは出さないと思うんですけど、うん、なんでうまくいかんかなってなったらやっぱそこになってきたりするんですけど、はい、いやそうじゃないっていうところにもう一回戻ってますね、あなるほどなるほど、そんなわけないやんって、なんか例えば週 A ってうまくいかへんって言ってるようなもんで、はいはい、人によるとかって言って、うんはい、でファンタジスタだからうまくいってるんでしょう、はいはいはい、神戸だからでしょう、あ、はいはいはい、谷口さん、石山さん、岡島さん、森さんとかいろいろ仲間がいるからでしょう、はいはいはい、で、いい利用者さんがいるからでしょう、あってなってくるわけですね、はいはいはい、自分ができない理由っていっぱい言えたりとかするんですけど、うんうんうん、でめっちゃ努力してるっちゅうねんって感じです、そうですよね、うん、結局できるって決めてやらんとできないです、その辺がなんか人のせいにしたりとか人を持ち出してきたら確かになって思う場面ってやっぱ出てくるんですよ、今のファンタジスタだからって言ってるのが例えば60歳の男性やったとして、はいはい、若いっていう要素が含まれてたりとか、はいはいはい、なるほどなるほど、いろんな背景がやっぱそこに含まれちゃうとやっぱできない理由っぽくなってくるね、うーんなるほど、でもそれ聞いてたら、まあ、こっちももう返すこともなくなってきますよね、そうそうそう、
だからそこで切り返しとして、いやいやいつからでもできますよ、やる気がないだけでしょ、これやったんですか、あれやったんですかって言った時に、いややってないな、やらなあかんなって言えたら素直やな。なるほど、試されるんですね、ここで。そう、はいはいはい、メディオさんを盾にした場面も、いやいやそれって自分たちの仕組みがあかんかっただけじゃないとか、これは言ったん、あれは言ったんとか、その時の精神状態、自分はどうなんみたいな、そう集まっとったんちゃうみたいな、あ、そうでしたみたいな。なるほど、僕やったらうまくやってると思わへんとか言って、はいはい、社長やったらやってると思います、ね、ほなちゃうやんって。そうですね、利用者さんのせいじゃないや、自分たちのせいやんですね。そうですね、ミスはしゃあないんやけど、はい、そこからリカバリーする時の素直さ、まあタイムラグがあってもいいと思う、はいはい、その瞬間突っ跳ねちゃうかもしれんけど、うん、明日になってすいませんでしたみたいな、はいはいはい、あの時はちょっとここでっていう素直さがあった。なるほどですね、それはすごいなところですね。支援員レベルでのこの素直さ、はい、はい、これ2つ目、はい、3つ目、な3つ目、まあ本当にそれ嫌いなんですよね。あ、嫌いなね、嫌いなシーンの特徴ですかね。まあ1つ目2つ目にちょっと連動しちゃうんですけど、やっぱ学習意欲がない、ここはどんな人でもそうです。あ、そうなんですね。はい、うまくいかない人は学習意欲がない。へー、うまくいく人は学習意欲がある、はい、で学習意欲があるが1個超えてるから実行力がある。あ、なるほど、はい、これが1個超えてない人が多い。あ、そうか、学習意欲はある、くはある。でもそれは学習が好きだからって人が多い。あ、実行力に行くっていうのが本間の学習意欲。なるほどなるほど、はいはい、だって何のためにっていうところがない、学習のために学習してるだけだ、はいはいはい、そっか、それで満足しちゃってるんですね。そうそうそう、だから、まあ、実行力があるっていうとちょっと変な話やからあれだけど、はいはいはい、学習意欲があるっていうことで定義したい。なるほどなるほど、学習意欲がない人はやっぱ嫌やな。へえ、学習意欲がない人でなんかどういう瞬間に感じることがあるの？そうですね、まあ、そこがこう素直さと最初の自分の人生良くしたいとかっていうところがひまずいちゃうんですけど、やっぱずっと一緒のミスするっていうのは何の可能性もない。はいはいはい、確かに同じ鉄踏んでる。はいはいはい、それで自分だけが失敗するならいいけど、いや良くないんやけどな、やっぱ一緒のことばっかやってんなみたいな、はいはい、あ、それやっぱ良くないな普通にな。うん、そうですね、うん、学習する気がない。なるほどなるほど、確かに、まあ、そこで派生するとやっぱり負け癖がついてるとかになってくるんだよな。あ、そうなんですね。そもそも諦めてるとか自分に期待したいって、はいはいはい、こうどん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 連想されて、なるほどなるほど、あ、さっきの話もやっぱ返ってきますね。そうそうそう、だからこの 1,2,3、はい、総称してなんとなく分かると思うね、はいはい、こういうやつ嫌やなって。そうですね、高校生一緒やから。確かに会ったことあるなーっていうのもちょっとそうそうそう、どこかにちらついてますよね、あのトカゲが。もう特徴量が多いのが 1,2,3 っていう、ね、なるほどなるほど、誰しももしかしたらある部分かもしれない。確かに確かに、けどそうですね、その特徴量が色濃く見えてる人はちょっとお断りね。あー、そうなんですね、それはすごい分かりやすいですね、うん、この3つっていうのは。しかもなんかファンタジストっぽいですね、これは。ぽいぽいですね。あんまテクニックとかに依存してないからな。あの、こういう業界でテクニックに依存する必要はないと僕は思ってるんで。なるほど。しっかり真面目にコツコツ素朴にやったら出た結果出るし、でその結果出たことに対して、まあ、おごりもせずにもう一回一緒のことをやったら、やっぱ打席に立ったら当たる確率高くなってるし。そうですね。そうすると周りに敵がいなくなる。なるほど。そういう業界だと僕は思ってる。それを繰り返してきたんですね。そうですそうです。なるほどなるほど。だから別の動画でもテンポ展開するかなって考えたけどせえへんとか、ね、はいはいはい、やっぱまだやるべきことがあるっていうね。そういうことですよね。まあ、まあ考え方次第ですけど、はい、自分たちが納得するようにとか、ね、広げることがなんかすごいことってなんか思いがちやし。そうですね、確かに。あ、そうじゃないからね。なるほどなるほど。タイトルからしたらちょっと野蛮な動画になるかと思いましたが、かなりいい動画になりましたね。よかったです。あの、
嫌いなやつの特徴、タバコ吸うとかそういう話かと思いましたけど、タバコ吸うも嫌やな賞味好きではないですもんね。好きではないな。まあでもそれはね、自由にしてもらったらいいから。そうですね。そう、自分たちの、範囲でタバコ吸ってるだけだから、それは好きでしたら、ね、勝手にしてくれたんですよね。まあまあ、最初臭かったけどっていうこと多いんで、オーバー見られるとき大体そういうことですよね。わざわざ結構言われるんで、最初臭かったっすけど、はい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 、ファンになった人言いがちっすよね。そうそうそう、それ言わんで最初はあんま好きはなかったんですけど見たらね、そうそうそうまあまあいいんですよね、別にいいですね、はい。まあそんな感じで今日は1つ目2つ目3つ目ですね、はい、しっかり該当してないかチェックしてくださいそうですね、まずは自分を変えるんで、はい、わかりました、はい、チャンネル登録とグッドボタンと、まあ、コメント欄と概要欄に公式 LINE 貼ってますんで、はい、ぜひ何かご相談あったらお気軽にどうぞというところでお願いします。あざした。ありがとうございました。おまけで。おまけ。うん。まあどうなんかなって思う支援。はいはい。まあなんかカラッとしてないっていうのは。まあなるほど。うん。それは性格の問題もあるかもしれないですけど、カラッとしてるというのはすごく大事で、そうありたいと僕も思ってはいるんですけど、うん、はいはい、だからなんかもう昔からなんか特徴、カラッとしてる人の特徴量とかを見たりとかしてて、へー、あの人ってなんで人が寄ってくるのかなとか、あの人ってなんかいいなーって思う、はいはい、どうなんかなって思って、はい、で、笑い方、笑い方、うん、ここ結構注目したことがあって、へー、引き笑いの人はあんまりやな。あ、そうなんですね。そもそも人が寄ってきてない気がする。まあ、明石家さんま以外。はい、そうですね、はい。象徴ですからね。象徴ですけど、はいはい、声出してハッハッハッって笑ってる人の方が周りに人が多いんじゃないかとか、はい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 、気持ちいいなみたいな。なるほどなるほど。あとはなんか安心感あるなとか。確かに、それ分かりますね。あ、ですよね。はい、だから、そういう笑い方にしようと思って訓練し始めたこと。へえー、あ、そうなんですね。だからハッハッハって笑うようにします。ああ、確かにそう言われると多少の笑い方そうかもしれない。あ、ですよね、はい、もちろん面白くて笑ってるんですけども、習慣というかそれが普通になったので、はいはい、なんかそういう一つの振る舞い、カラッとするための振る舞いってのを一個一個変えていったっていうのはあって、僕自身も、はいはいはい、僕なんてほんま なんか占いの人に言われたんですけど、はい、これ多分属性なんですけど、はいはい、陰と陽があると、はいはいはい、で土とか水とか火とかいろいろ、はい、土の陰って言われましためっちゃ音質やん、一番締めてる、一番嫌やん一番締めてますね。福田さんは土の陰なんですよ、大田さんは水の陽ですって、へー、土の陰って嫌やなと思った、ね、確かに確かに。でもそこで土の陰やから栄養がたっぷりやって育つって言われたら、はい、あ、そうなんすね、そういうこともあるんだ、なんかすごいな、すごいそうそうそう、すごいなと思って、はいはい、月と太陽だったら月みたいな感じの、はいはいはい、言うたら多分そういう運命なんでしょうね。なるほどなるほど、まあ、それは内部の状態というか、はいはいはい、でもこう外に出す状態はカラッとしてるような空気感が必要やなと思ってるんで、努力でできる範囲内なんですね、そこは。そうそうそう、振る舞いですからね。確かに確かに。あの長野芽衣、あ、はいはいはい、僕まあ好きなんですけどね、はいはい、長野芽衣と吉岡里帆好きなんですけど、ああ、分かる、分かる、はい、分かります、まあ、好きなんですけど、はいはい、なんかインスタライブの切り抜くかなんかで、はい、家から出たらカラッとしてるって言ってたかな。へえー、そうなんですか、うん、スイッチ入れて、そうじゃないと周りに迷惑かかるというか、へえー、人間性素晴らしいと思って、すごいっすね、好きだなと思いました、はい、はいはい、確かに確かに。あ、じゃあ本来は実は土の陰の可能性があるってことですね。陰かもしれない、なるほどなるほど。いや、それは努力でこう補ってる、そうそうそう、頑張ってるんだなっていうので、なんかいいなと思いました。あ、それなんかますます好きになりますね。ですよね、そうそう、だから誰しも頑張ってるんだなと、カラッとしてる人もね、はいはいはい、なるほどなるほど。そうか、それで言ったらそのカラッとしてない支援は努力足りてない可能性はあるな、うん、まあそれが一番と一緒やな、はいはい、自分に期待してないから私なんてとかって、そうですね、負け勝ち、はいはい、ルーズウィンやからもういいよいいよみたいな主体性もないし、うんうんうん、変に社会性だけあって主体性がないみたいな。なるほどなるほど。お前誰やねん社会性だけあって主体性ないって、お前誰やねん、お前誰や、お前誰出てくるで、出てきますね。
してた方がいい。なるほどなるほど。そうなるために1、2、3、はい、必要ですよね。なるほどなるほど。これはおまけおまけですね。おまけですけど、これ、まあ、ほんまはここは本質というか、なんか直感的にはそういうもんだっていうことですね、うんうんうん、大事ですね、はい、なるほど。まあそんな感じでぜひチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。